して社長話してるの聞いたんだけど、田村課長バツイチなんだって。嘘、本当本当。あたっショック。美智子さんファンですもんね。でも課長毛深くないです？あれはちょっとね。いいじゃない。いやキモいですよ。でなんで別れたの？何年続いたの？知らないです。離婚の原因は？怪我違反になった。知らないですって。奥さんどんな人？人間。だから知らないですって。ですから韓国の最高級キムチメーカーペイノーさんと提携することでラブルスのシェア奪回にもつながるものと私は考えております。ライバル電影社に逆転する最大のチャンスであるとも考えております。ペノーさんのキムチは一般の家庭をはじめ高級レストランなどでも使用されております。ペノーさんのキムチはまさに本物の韓国の味と言えるでありましょう。しかしキムチなんか倉庫に入れられたら他の商品までキムチ臭くなるだろう。商品管理には細心の注意を払いますので。キムチなんかどれを食べても同じなんじゃないかね。やはり日本の漬物がいろんな楽しみがあって最高ということですよ。さすが福田顧問。そうですな。しかしですね、キムチに欠かすことのできない食材の中にまず挙げられるのが唐辛子であります。唐辛子にはカプサイシンという成分が多く入っており、昨今このカプサイシンには若い世代をはじめとした注目が集まっているんです。カプサイシンには体脂肪を燃焼させエネルギーに変え脂肪酸を有効利用する働きがあり。そうです、回転率を知りたいんで甲府第二倉庫の棚卸しの状況を至急メールで送ってほしいんです。よろしくお願いしますね。ユウさんこんにちは、お元気ですか？え、キム・ジョンも自ら日本にですか？それはそれは光栄です。ラブルスも大歓迎です。少々お待ちください。申し訳ございません、お待たせしまして。え、トキワセムに迎えに来られたらバチが当たりますよ。そうですか、ではお言葉に甘えて5時に、はい、よろしくお願いします。部長、お疲れ様です。お疲れ様です。課長、お先失礼します。お疲れ様。お疲れ様です。お疲れ。早く帰れよ。
ました。課長、お疲れ様です。失礼します。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様。課長、お疲れ様でした。失礼します。はい、お疲れ様。すごく良かったよ。あなたも獣みたい。今日はよく眠れそうだよ。寝言言わないでね。ん？ゆかりって言わないよ。嘘。今は陽子だけさ。いつになったら圭一さんゆかりさんのこと忘れるんだろう。だから陽子が一番だって。ううん、私ゆかりさんのことを今でも思ってる。圭一さんも好きだよ。好き。田村君。は、何でしょうか部長。社長の決裁がおりそうだよ。は、この間君がプレゼンした韓国のペノーさんとの提携話だよ。本当ですか。詳しくは出張から戻り次第社長が君と直接会って話をしたいそうだ。やったー、ありがとうございます。あの課長。どうした。お客様がロビーで。代官がわしの刑事だって。課長何したんだろう。下着泥棒。やめてよ。私刑事初めて見た。まだ就業時間は終わってないよ。阿部陽子さんもご存知ですよね。はい、あの陽子が何か。昨夜自宅で殺害されました。検視の結果、凶器は刃渡り10センチの刃物とみられ、被害者の頭部から腹部にかけての33箇所にも及ぶ刺し傷による失血死、また被害者の手には争った時にできたと思われる多数の切創痕があった。付き合って半年と言ってたね。喧嘩したこととか。同じ地球の動物ですからね、ちょっとした口喧嘩ぐらいはたまに。その時に阿部陽子に殺意を抱いたことは。殺意？抱くわけないでしょ。僕は陽子を愛してたんだ。まあ愛が憎しみに変わるってこともよくあることだからな。僕がやったと思ってるんですか。君がやった。そんなことこっちは一言も言ってないじゃないか。それとも君がやったのか。ふざけんな。まあまあカッカしなさんな。お腹すかないか。カツ丼でも食わないか。カツ丼、それじゃ犯人扱いじゃないか。はい、内力取り調べ室。
分かった、すぐ行く。少しお願いします。お前よっぽど女運悪いんだな。奥さん3年前に蒸発してるそうじゃないか。本当に蒸発なのか。奥さんもお前が阿部陽子みたいな目に遭わせてどっかに捨てたんじゃないのか。あと少しで落とすのに。奴は白だよ。いえ、絶対黒です。じゃあ間を取ってグレー。コアラなだけに。ないよね。マジっすか。シャレになりませんよ。うわ。ただいま戻りました。社長がお呼びです。ああ。やっぱやっちゃったんじゃないの。クビなのかな。当然でしょ、気持ち悪くて同じとこに入れないですよ。ああやだやだ。どうぞ。社長、この度は。まあまあ、座りたまえ。あ、世間は非情だ。でも私は分かっている。被害者は田村君、君の方だってこと。愛する人を失えば誰もが生きる目的を見失いそうになる。でもよく戻ってきてくれたね、田村君。ダブルス漬物はいつでも君を温かく迎え入れるよ。時がきっと君の傷を癒してくれる。今は仕事に打ち込むことだ。社長、ありがとうございます。これからもラブルスのために精進してまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ところで韓国のペノゴさんとの業務提携の話だが。はい。よくぞここまで話を進めてくれた。はラブルスも古い体質があるからいろいろやりにくいことも多かったろう。いいえ、皆さん親切で。まあああいう連中は相手にしなくていい。これからは私と田村君の直でペノーさんとの提携話を進めようじゃないか。はい、私もこの業務提携にかけているんだ。来年度は広告費の半分をキムチに充てる。
シェア奪回のチャンスだよ、これは。そうですよね。一緒に頑張ろうじゃないか、田村君。はい。違うのはないでしょうかね。そう、夏はやっぱりお茶漬けに合わせた。そうです、そうです。丸亀倉庫の在庫は。ああ、いかんな。うん、若者向けのニンニク漬けをもっと大量に仕入れて、うん、これからはやっぱり。うわっ、ごめんなさい、大丈夫ですか。ゆかり。思い出の中のゆかりさんは今日も美しかったですか。ゆかり、なんでいなくなったんだ、ゆかり。いつか全て思い出しますよ。なくした記憶のかけらはきっといつか田村さんのところに戻ってきます。ゆかり。どうしました？こういうものです。こちらの患者ですよね。
さあ。さっき出てくところ見ましたよ。だから何ですか。たとえ警察であれ患者の情報を漏らすようなことはできません。こいつが猟奇的な殺人犯だとしても、たとえ悪魔であろうが神であろうが、私の患者になった以上私は彼らを守りますよ。わかりました。また出直します。何度来ても同じですよ。荷物は私が持ちますよ。どうぞこちらへ。さあどうぞどうぞこちらへ。キム常務、ようこそいらっしゃいました。ラブルス漬物株式会社企画課課長田村圭一です。아田村씨군요제가배농산의김복삼입니다만나뵙게돼서반갑습니다とかばけっこだ。ムササビ？あ、하늘나람쥐뭐뭐예요。저항상함께다니죠。공항면역세에들리는게귀찮아서본래넣어가지고갔습니다。아실례했습니다。하지만모모는다무라씨가마음에들었나본데요。다무라과장님고맙습니다、네、감사의뜻으로제가한국의무술을보여드리고싶군요한국의무술김정무는무술의心得가아는데가すごいですね。それは楽しみだ。Thank you.
田村과장님이걸로절때려보시죠そんなことできませんよ괜찮습니다もし怪我でもさせたら契約に支障を제가그렇게고지식한사람으로보입니까예そんな담배보세요있는힘껏내려치세요이번에도대충이들으면계약하지않겠습니다冗談でしょう金さん님은진심입니다常務にはかないませんよ最近の百貨店やスーパーの漬物売り場にはさまざまなキムチが並べられており消費者の好みが多様化していることを伺うことができます日本で生産されるキムチは浅漬けと呼ばれるいわゆる和風キムチと発酵キムチの2つに大別されております오늘은축하해달날이군요쌍바에게이렇게유익한얘기는없을것같습니다알겠습니다저희업무자일을하죠ありがとうございます桃ちゃんありがとう君のおかげだよ私も今度生まれてくるときはキム・ジョームになりたいですよ田村과장중요한얘기가있는데아가씨들을내보내주겠어요みんなごめんねちょっと大事な話があるから席を外してくれるかなごめんお願い이건사적인얘기니배농산과라브르스와의업무제약관과는관계없습니다오케이기억하십니까유카리당신을알기전에유카리와저는연인사이였습니다そうだったんですか전지금도유카리를사랑하고있습니다유카리는옛날부터강한남자를좋아했습니다그래서다무라씨당신과만나는걸무척이나기대하고있었는데약간의실망이군요당신정도의사람에게유카리를뺏겠다고생각하니분합니다そんな僕は腕力には自信ないし規模小さすぎるし俺はひどい誰がこんなことをいつの写真です DV 즉가정내폭력일본에서유카리가실종되기한달전에도착했습니다동봉된편지엔당신에게당했다고쓰여있더군요현지에서유카리는생명의위협을호소했습니다언젠가는당신에게살해될거라고
嘘です。何かの間違いです。僕はゆかりを愛してました。いや、今も愛してます。僕がゆかりに手を挙げたことなんか一度もありませんよ。田村씨、그럼ゆかりが저에게거짓말을했단말입니까？何かの間違いです。何かの間違いです。감사합니다。あ、どうもどうも、ありがとうございました。あ、コアラ課長님、감사합니다。ありがとうございます。그럼다음에또뵙죠。失礼します。いや、うまくいったね、田村くん。ええ。なんだ、浮かない顔して。え、そんな。よかったですね、社長。君のお手柄だよ。いいえ、社長の決断の速さですよ。ん？そうか。いらっしゃいませ。こちら温めますか？いや、そのままでいいです。お箸はお付けしますか？いえ、いりません。463円になります。精神科医は知っている？おの、お前もこっちを手伝えよ。星は田村ですよ。お前な、田村にアリバイもあるし、第一肝心の動機は見当たらない。動機？田村は3年前に妻も殺してます。何を根拠に？お前、快楽ですよ。奴は殺人を楽しんでる。北さん、田村はだいぶ長いこと精神病院に通ってるみたいなんです。精神科に通ってる奴なんて5万といる。これ以上田村の周りを探ってみても行き止まりだよ。誰も出てこない。まあ、ここではそうでしょう。ここではって、暴いてみせますよ、奴の本性。おい、どこ行くんだよ、おの！DV？ まさか。僕は自分のやった行為が恐ろしくなって、自分で記憶に蓋をしているんじゃ。そんなはずありません。じゃあ。ああ、企業の思惑ということも考えられますね。その韓国の常務は田村さんの会社との取引を優位に進めようとして。そうとは思えないのですが。田村さん、もっと私を信じてください。そりゃいいですか、我々プロの精神医療に携わる人間から見ても、田村さんは決して奥さんに暴力を振るような人ではありません。そうですか。そうですとも。でも先生、私の中に私の知らないもう一人の自分がいて。田村さん、本当の自分はもっと恐ろしい生き物なんじゃないかって。田村さん、いいですか。田村さん、あなたは正常です。どこもおかしくはない。あなたほど正常なコアラはいないんです。わかりますか、田村さん。あなたは何も心配しなくていい。素直に私の言うことを聞いていればいいんです。いいですね、わかりましたか、田村さん。
ぶち壊しですよ。すいません。この村出身のこういう男をご存知ないですか？ちょっと待ってください。この男知ってるんですね。知らねえだ。おら、何も知らねえだ。おばあちゃん。ありがとうございました。コアラ？カエル？ゆかりはお前が殺した？ゆかり、ゆかり、ゆかり、探したんだぞ。今まで一体どこに？こらえて！これ以上あなたに逆転されるくらいなら、私死ぬ！そんなもん持って危ないじゃないか。叱らないで！もううんざり！この日が続くくらいだったら、死んだ方がマシ！僕は君に何をしたんだ？教えてくれ。僕は君に何をしたんだ？覚えてないんだ。君がいなくなった時の記憶が抜け落ちてるんだ。教えてくれないか？いいわ、教えてあげる。やめろ、やめろ、ゆかり。
それでさ、うん、そうでしょ？ね、課長が何のお咎めもなしに仕事してるのって大体おかしいよね。殺人犯と一緒に仕事なんてできないっつーの。うん、まあそんなのもあるし、もう会社辞めどきかなって。あ、エツコの言ってた IT 系コネで行ってみよっかな。うんうん、あ、じゃあまたその時ね、メール送るよ。じゃあね。
い、今度は美子ね。はい、はい、次ね、コーラね。シーン55。はい、はい、撤収撤収。早く撤収。なんだ、夢か。はい。あ、社長、どうして？これには深い事情があってね、田村君。いや、ラブレス漬物初代代表取締役社長田村圭一さん。何を？実は田村さん、あなたは本当は悪の強いエネルギッシュな野心家で、一代でラブルスを業界トップにまで押し上げた凄腕経営者だったんですよ。僕が？目標年商427億円。えい、えい、おお、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 えい、えい、おお。私はあなたの部下だった。でも田村さん、あなたにはエネルギーが有り余りすぎていた。あなたのそのエネルギーが会社経営に向いている間は全てがうまくいっていた。ところがひとたびそのエネルギーが過程、つまりゆかりさんに向いた時には、悲惨というか何というか。やめて。さあ、グー。最後、主人様。僕がゆかりに、そんな。事実なんですよ。そしてあの日が来ました。虐待だけでは飽き足らず、あなた本当にゆかりさんを殺してしまったんですよ。ゆかりは、ゆかりの死体は、あなたの命令で私が森に埋めました。証拠となるものは全て抹消しました。ただ一つだけ消せなかったものがある。それはあなたが人を殺したという罪悪感と、もしこのことがバレて警察に捕まればラブルスを、全てを失ってしまうという恐怖感です。私たちは今までの3年間あなたの依頼通りにやってきました。私はあなた方に何を？自分がゆかりさんを殺したという記憶を消してくれと。3
殺人に結びつくような記憶は全て消しましたよ。でもただ消したんでは記憶喪失になりますからね。催眠療法で代わりの記憶を植え付けていったんです。汚れない偽りの記憶を。どこへ行くんです田村さん。警察に決まってるでしょう。自首してゆかりを殺した罪を償うんです。きっと陽子も僕が。そんな勝手なことをされては困ります。治療はまだこれからじゃないですか。話してくれ。僕みたいな男は野放しにしちゃいけないんだ。何を。本当のあなたは自首なんか望んじゃいない。ヘノーさんとの業務提携も決まってこれからだって時にラブレスを貶めるようなことは本当の田村さんがやるわけない。ここまで記憶を変えるのにえらく時間がかかりましたが、まあバグが入ったものは仕方がない。何、また一から作ればいいんですよ、あなたの記憶を。今度は完璧にね。被告人田村圭一は田村ゆかり、阿部陽子、以上2名を殺害しました。そうです、私は彼に殺されました。早くコアラを死刑に、早くコアラを地獄へ落としてください。裁判長、いかにコアラが残忍な性格であるのか。私はコアラの出身地である青森県南郷郡シドニー村に行ってそれを確かめてきました。これほど村人から恐れられたコアラは他にはいないでしょう。検察側の証人喚問です。シドニー村の皆さん、豊かな自然のどかなシドニー村、村人たちは幸せに暮らしていたべな。ありゃわすが野菜は売っとったときじゃ。ババア、金もらってくべ。ケイチ、何しべ。あたしはケイチのお野菜言いつけだ。そしたら次の日だ。シートはまさにこのこと。コアラは小学生の時にすでにこんな恐ろしい残虐性を発揮していたのです。そしてコアラは中学生になりました。アリはアダズのお友達のサキちゃん、ナミちゃんと学校から帰って解き残った。年恋のオラ発情してきたな、オラ発情してきたな。いいじゃねえか、減るもんじゃねえし。こっち来い。私たちいっぺんにコアラに。コアラが青春マンめちゃくちゃにしたぞ。けだものです。コアラは、コアラはいっぺんの理性も良心の呵責も持ち合わせていません。コアラは本能の赴くままに衝動的かつ短絡的にシドニー村で犯罪を犯し続けてきたのであります。名前は鬼坂花吉。村一番のヤクザ者だった花吉、肩で風切って笑い入れた花吉。なんだてめえこの野郎。てめえこそなんずら。それ以来俺の体は元に戻らねえ。ずっと不自由なままだ。コアラはこの人の一生も台無しにしたのです。何もそこまで。コアラが通った後には涙の川が続いてる。コアラはひどいやつ。全部コアラ
お前は心から人を愛したのか、愛したゆえに殺したのか、何も言うな。目を見ろ。何が見えた。お前の心の真実が見えたか。コアラ、コアラ、コアラ、お前は死刑。お前がやったんだな。お前だろう。どう見てもこれはお前がやったんだ。そうだ、俺がやったんだ、俺がやったんだ。田村圭一、殺人の現行犯で逮捕する。新入りだ。おい、あんた、あんたがあの4人も惨殺した猟奇コアラなんだろう。そうだが。俺はフクサゴってんだ、よろしくな。どうも。やつはカリアって言って、この棒の乗る名主だ。エバリ腐りやがって。ヤッコさん、お前さんのことをえらく警戒してるぜ。なぜだ。自分の座をお前さんに奪われるんじゃないかってヒヤヒヤしてるんだ。まあ今夜あたり気をつけるんだな。飯だぞ。今日の飯買ってえな、おい。そうっすね。食べとくよ、お前。あ、ちゃんと言ってきます。おばちゃんに必ず言ってきます。飯。知らねえよ。ああ、俺の飯知らねえか。お前の飯とかねえよ。飯あった。俺の飯。
飯、俺の飯。よかった、よかった。以上でよろしいでしょうか。あと唐揚げくんもください、レッドで。かしこまりました、唐揚げくんのレッドですね。お弁当の方は温めますか。お願いします。少々お待ちください。お弁当と唐揚げくんレッドお待ちのお客様、ありがとうございます。永遠の愛を誓うよ、ゆかり。
結婚してくれ。嘘、永遠なんて信じない。僕の気持ちに嘘なんかない。それは私も圭一さんのことを愛してるわ。じゃあ受け取ってくれるね。もちろん。ねえ、約束しない？1年後の今日、二人でここで会うって。いいけど、これからずっと一緒だろ。二人の愛が今と変わらないか、毎年会うことにしようよ。ね。すいません。今日は何日ですか？17だ。ああ、日付が変わってんなら18だ。今日だ。今日が約束のあの日だ。だそう。無理だ。この厳重な刑務所からどうしたって。君は、ももちゃん？陽子、生きていたのか。君は確か。ハハハハ。ゆかり、陽子。陽子はゆかりなの。まだわからないの。ゆかりが陽子でさ、당신앞에나타난건복수의시작이야。私もキムと同じ。韓国の古武術シナンジュを習得していたの。シナンジュの奥義には蘇生術があるのよ。私は蘇った。そして3年間私はあなたに復讐するチャンスを狙っていた。그것도田村は당신に가장고통스러울방법으로말이지。ゆかり、僕は今日までずっと君との思い出に生きてきた。だから僕はここにいるんだよ。違う。私の手であなたを死刑するためにあなたをここへ導いたの。違わない。僕は嬉しいんだ。ゆかり、君との記憶が全部先生と社長に捏造されたと思っていたのに、ただ一つこの場所での君とした約束が真実と分かっただけでも、僕は君に相当ひどいことをこれまでしてきたのかもしれない。でもこれだけは覚えていてほしい。あの日ここで君に言った言葉だけは本当だってことを。ごめんよ、ゆかり。君は、さよぎだ。刑事、小野さん。向かいのマンションの住人が犯行を目撃してたんだ。磯部と野中を殺したのはコアラじゃない、人間の男女だったと。あいつらだ。悪かったな、コアラさん。俺は間違ってたよ。これが刑事としての
償いだ。小野さん、小野さん、ゆかり、そうだったよ。お前の先祖は今から100年前オーストラリアで何千万頭ってコアラを大量虐殺したんだ。罪のない無抵抗なコアラを金儲けのためにお前の先祖は皆殺しにしたんだ。そしてお前はあいつらの子孫だ。今度は俺がお前を滅ぼす。コア、やっとあなたらしくなったわね。いじわさうましなんだ。
寂しいな。한국의아침햇살과똑같군。当たり前じゃない。何話してんだよ。ゆかり。何？もう一度やり直せないか。何言ってるの？結婚しよう。だって私の先祖は。大事なのはこれからさ。圭一。結婚しよう。オッケー。